これ去年新井紀子さんっていう国立予報学研究所の教授が立派な調査の結果を出されて AI 人工知能ですね VS 対教科書の読めない子どもたち中心は中学生です。簡単な問題4択です。4択って4つ例文ね。例文が1つあってエベレストは世界一高い山であるっていう例文があって次に例えば乗鞍岳はエベレストより低いとか書いたんですよ。例文に合うものを1つ選べって4つになるコンピューターでもできるんです。こういうのこれやらせるとなんと中学生が全然できないっていうのが新井さんの心配。しかもそれ読解力とかね読んでるもうつまり問題文をちゃんと読んでりゃ解けるはずなのに解けてないんで読解力がないということを指摘しております。しかもその読解力が伸びるのは中学段階だけなんです。高校生になったらもう伸びません。どういうことか。だから東大に大勢入ってくる灘高とか有名な高校いっぱいありますね。御三家とか麻布とかそういう高校は中学で読解力が伸びきった子どもを上手に入して集めてるんだって結論を出してます。これものすごく面白いんですよ。私重要なことがそこにたくさん入ってると思うんです。それで高校生ぐらいになるともうある程度決まっちゃうんですが中学っていうところは実は学習の段階で私は非常に大切だっていうことを改めて認識させられました。でその時にいろんなことが決まってきます。特に大事なのは反抗期ですね。学習の次に自治って言うんですが自治の一つの根本は自分が立つってことでしょ。中学ですよ人間では。だから小学生可愛いんです。親とか先生の言うこと聞きますから。中学になると自分が出てくるんです。初めてそこでいろんなことが決まってきます。高校に入るともうそれは決まっちゃってほぼ、まあ、そんな感じで私今教育見てまして中学生段階っていうのはいろんなことが決まってくる大事な段階で、さっきちょっと言いましたけどコンピューターができる簡単な4択の問題を今の中学生できないんですよ。かなりできないんです。できない理由なんですよ。確かに言ってそれ新井さん書いてません。何だと思います。問題文を読んだらちゃんと読んだら答えが当然できるんですよ。だから理由わかるでしょ。読みたくないんで。さっき言ったでしょ小学校ずっと先生に教育受けてる。言ってること聞きたくない。どうやってそれをバイパスするかってことを学んでくる。そうすると試験って言って試験の問題が出て文章書いてってもう読まないんですよ。読みたくないから適当にこんな問題だからこういう答えしときゃいいんだろうってやってるんですよ。彼らは上手に逃げてんなと思います。私もうそれ本当に子供に僕説教したことありますよ。まだ親で若い親だった頃はこいつ聞いてねえなってすぐ分かりますからね聞いてない説教したってダメだよ。それから学生教えるようになってもつくづく分かってます。学生に何言っても無駄だと。だから私は講義は年に一度しかやりません。あと何してんの。解剖ですから実習をやります。実習室に入れてメスを持たして解剖する相手を渡しておけば学生は本当に真面目にやります。どうしよう。だってさっき言いました感覚から入ってきて運動になってどんどん上手になるしそして本気で考えるようになりますよ。人の体見ながらこの人の人生どうだったんだろう、なぜ今こうして自分とこういう形で向き合ってんだろうということを3ヶ月かけますから。そうするとああいうことをやらせますと学生が大人になりますね。じゃあもちろん人によりますよ。基本的にはでも育っていきます。だから私はやっぱり実習以外のことはほとんどやらせる気がありません。こうやってお話しするのは本当にこういう機会だけでいいんで、もう出たら忘れてりゃいいんですけど、学習の根本は体含めてだから感覚と運動が関連して回っていくという、それしかないというふうに私は思ってます。でそれを結果的に日本の言葉で昔から何て言うかっていうと身につくという。だから教養は知識がいくらあっても意味がないので身についてなきゃいけない。それ以外は全部嘘です嘘って言ったら極端ですけど。